ちょっと私から報告がありますしかも何それ、リコが映っとうと映っとう、もう回っとる。あ、こっちが映っとる、うん、こっちが映っとる、リコが映っとる、うん、いいよ、話して。9月23日に卒業発表することになりました。決まってないけど、まだ、ありがとうございます。10周年って言うたじゃん。そう、あ、そう、10周年じゃんね。うちら高3の時にさ、今ぐらいの夏にさ、リコが交代したりしよってや。そうそうそう、そうそう、だけなんかそれから10年よ、みたいな。やばいね、マジやばい。10年間お疲れ様や。ありがとうございます。一応報告で、お疲れ様でした。みんなでありがたい卒業。ねえねえ、ついに、もうね、ついにやね、ついについに、周りの人たちがね、そうね。え、結構今どういう心境ですか？ええー、思った。分からん。でも本当にその日に発表できるかもな、ちょっと確定じゃないけど、まあできるかもみたいな感じやけん。え、あの劇場で？そう、劇場で。でも突然なんやろ。みんな予告とかなしにいきなり卒業発表しますみたいな。確かにね、緊張するよね。緊張するね。緊張する。あと2期生はマリカ名古屋おるやん。そうで、そうか、そうそうそう、グループがね、そう、グループ SK やけん。あとマイとゆかちゃん、ゆかちゃん、3人。え、もともと何？21。やばいやった。2期生おるとまだおるおるおる。なっちゃん卒業したよ、この前やけん。葵ちゃんとあのゆきちゃん、うん、くなるやん、アイドル姿。そうよ、だってそれが考えられない。制服とか着らんやろ絶対。でも別になんかね、違和感なかったやん。本当それがいいよね。動画で報告しようかなと思って。ビビッと、あらビビッと、めっちゃ YouTuber だろ次、うちらも出るじゃん。ありがとうございます。じゃあ今日はそのパーティーやね。いやいやいや、卒業生中の。いいよ。まだ年に1回の旅行、今年も7人で集まることができてとても光栄です。そして、リコの卒業発表が来ました。アイドル10周年です。ありがとうございます。高校3年生からみんなで応援してきて、本当に感慨深いです。感慨深いです。10周年お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ皆さん、乾杯！乾杯！